今日のパワプロということって、このシリーズはですね、まあ何気なくやっていくような内容を動画に残しておくという感じでやっていきます。まあ裏方でやるような内容をね、まあちょっと尺稼ぎのために動画にしていくというところがコンセプトなので、まあ、通常の動画になっているようなものとは、違い、ゆるーくやっていきたいと思います。なので今日のパワープロはサックスペイに限らず、まあ、パワープロ2020とかもね、ちょこちょこ挟み込んで、いきたいと思います。まあ、そんなわけで、強化パワーコー、いいやつ確定ですね。で、飛距離君用のちょっと選手を作りたいなと思うんですけれども、ただ、ほぼ6股デッキで強化パワーコーやっていきます。まあ、イベント経験点の、ね、高さを生かして、まあ、デッキの編成を組んでいくというようなところになってます。で、まずアーチスト欲しいのでミオちゃん入れてます。まあ、彼女キャラとしての性能も高いので、一応筋力の練習もできますと。でミート上限アップのツノちゃんで、まあ、ロックマターは結構デートが大変なんでイベント経験点の高い渚ちゃん入れて、あとはセッちゃん、まあ、セッちゃんは単純に使いたいから、であとパワー上限アップと独身術を、つけたいのではるかちゃんを入れてます。まあ、本当はね、飛距離君用の選手だとミートの、ね、上限が高ければ高い方がいいんですけれども、まあ、今回は、6股っぽい感じでやりたいのでこんな編成になってます。じゃあやっていきましょう。まずは、まあ、評価上げなんですけれどもミオちゃんでいきましょう。あと監督評価もね、練習の回数が少ないんでちょっと気をつけないといけないかなというところですね。であと一応この動画の、まあ、ルール的なものとして、例えば大丈夫博士失敗したとしても動画に残します。あのボツにはしないっていうところですね。でここの経験点はゴールキーパーでじゃなくてディフェンダーでいきますか。ミオちゃんと監督がいるんでここは肩、いいやつが全然生かしきれてないよね。ミオちゃん一人しかいないから、ここら辺の上がり方もいいね。やっぱり渚ちゃんに至ってもマジで関係ないから、体力ないからタオルにしとこうか。で角ちゃん、まあ、二股以上の場合はなるべく遅めに告白を起こしたいよね。ミートを直上げするんで。そうだね、まあ、評価上からいくから、うん、まずはミオちゃんの評価を上げていきますか。あと彼女キャラが出てきたら優先的に告白の評価まで上げていく。でセッちゃんは覚醒してるものを借りてるんで、もうほぼほぼ練習しなくても告白ムードになってんじゃない。はるかちゃんがちょっと厳しいよね。こういう時は、まあ、まずははるかちゃん優先でいきますか。評価の上がりが悪いと思うんで。スバルが出てきたか。うわ全然人がいない。でミオちゃんはもう乗ってるんでここ全然いないから監督やっておきますか。3、4回は練習しないと厳しいかもね。ツボケンはどうしよう、体力的にいらないんだけど経験点が欲しいけどどうしよう、ちょっと悩みどころだね。やめておくか、デートができるわけじゃないんで。デートができればもうデートで回復を狙うんで体力減っても全然いいんですけど、彼氏になりましょう。一回も練習してないからね、せっちゃん。こういうの強いは強いよね。で、あすみちゃんがいるんでメンタルやって。あすみちゃんの上がり方もどうだったっけ？みおちゃんも来たね。よしよし。まあ、しかも回避キャラが2人いるから、まあ、2人入れてても意味ないけどね。みおちゃんも二股は回避してくれるし、あすみちゃんも二股は回避してくれる。でアグレッシブはるかちゃんは業者に頼んで安定を取ります。いい経験点だねやっぱり。でここも距離を伸ばして体力減るけど、おいいねいいね、70の43、しかもタックが組める。あちょっとパワヒはコツ掴んでおきたいよね。掴めるかどうか分かんないけど、これタッグプラスコツなんでやっておきましょう。まあ、監督もいたしコツをくれれば満点。パワヒのコツは3で掴んじゃおっか。じゃあ
247あるし、ミートが少ないな。で弾道はちょっと置いとこう。でパワーはこんなもんか。まあ全体的に経験点が少ないのはしょうがない。で練習でメンタルだけ見て、まあせっちゃんか、せっちゃんはほっといていいよね。というわけでデートに走りましょう。みよちゃんのアーティストを先に取って、まあ、もし取れればキバからね新アーティストも取りたいんで、先にアーティストを取っておきましょう。でロードワークには出る。せっちゃんここら辺で勝手に上がってくんでね。あと評価の上がってない人を優先的にやるんで、どうしようかな。はるかちゃんいるとき練習しておこう。デートだけだと多分評価マックスにならないんだよ。出たこれ監督評価下がるやつ、これ結構きついんだよね今やられると。で人がいないんでこういう時はデートを消化させます。2回目。60の30、壺剣はこれはやろう。敏捷と技術か、いいね。ちょうど欲しいものが来た。そしてスバルを大分に追い込むか。別に大分するわけじゃないけど、パワー比持ってるから弾道2でも全然いいでしょう。パワーヒッターの俺に挑むとは身の程知らずが。貴様を絶望の淵へと追い込んでやろう。これは分かんねえまあ1本くらいね見逃してやっても。うわフォークが打ちづらい。えこれフォーク永遠の謎だよね。なんでスタードライブ持ってないんだろうっていう、まあ、ここでスタードライブ出されてもね打てないけど。スバルは何を思う、こんなに打たれて偉そうに。でアスミちゃんが乗ってないので、アスミちゃんまずはね告白の評価まで持っていきたい。ラブパワーとか大して意味ないし、告白来た。でこれは付き合うでいいんだよね。アスミちゃんちょっと選択肢間違えないようにしないといけないんで、でコツがあるんだけどもういいかな。監督でも減ってるか。監督とミオちゃんよく一緒にいるね。監督ミオちゃんを狙ってるんじゃないか、もしかしてスケベ親父が。評価が上がった。何が上がった、筋力が上がらない。でロードワークには出よう。体力減ってるけど、まあ、デートをしなきゃいけないんで体力回復系は特に選ばなくて大丈夫ですね。打球伸びで、はるかちゃんっていうか誰が来るクリスマス、まあみおちゃんか普通に考えて。でまたコツが来てるけどもうさすがにいらない。技術が足りないね。はるかちゃんでどれだけ技術を補えるかっていうのがちょっと焦点になりそうだ、まあ、ぶっちゃけ敏捷はなくてもいいんだけどね、まあ、せっかくせっちゃんをお借りしたんであげておきましょう。あとつのちゃんか、つのちゃんが全然出てない気がするな。どっかへ行ってしまった。まあいいや。でみよちゃんとりあえずアーティストのところまでは終わらせておきましょう。でその後はまあ順番にねデートしていく。でここは練習に付き合ってちょっとでも技術を稼ぐ。ラブパワーとかマジ無駄だわ。やる気が下がったけどしょうがない。あそうか、一応回復してくれる。いないな、彼女しか来ない。じゃあどうしようか、とりあえずはるかちゃん一回上げきっちゃおう。で評価が足りなかったら練習も挟まないといけないからね。でこれは続けよう。ノート貸してもらう。まあ上がり幅がでかいから、まあそんなもんだね。じゃあデートを重ねていきましょう。どこ行く、遊園地、映画でも見よう。悲しい、動物ものだな。やる気が上がっただけで、お願いに関してはまあこれも普通に
なんかどっちもいいや、電球の交換にしとこう。ハイボールヒッターくれんだっけ。結構評価上がったな。あとは角ちゃんいた、練習しとこう。これはまだ告白のあれに乗らないか。うん、体力は全然減っていいからね。なかなか美味しい経験点、ただのイベントにしては。でデート、そう、カラーデートがあるからね。6人はやっぱりきついよね。でここも階段で行って、まあ、なるべくコツとかね経験点を取れる方向で、回復よりは経験点。ライダーでちょっと見ないといけないのはやっぱツノちゃんか。これでさすがに乗った、追加起きてないけど。中吉、まあまあ悪くない悪くない。角ちゃんいない。でははるかちゃん3回目か。でそういえば大して金徳考えてないけど、かぶってはないよね多分。まあアーティストはねかぶらせて全然いいんで、騎馬が来る前に忘れちゃうから取っておこう。アーティストで一応角ちゃんは見る、いるかどうか。いないで、はるかちゃん4回目で、はるかちゃん独身術取れれば、あの騎馬との勝負もね発動するからね、独身術だいぶ楽になる。うん、イベントが起きないってことはやっぱり評価乗ってないわ。追加追加ない。あ、来た来た来た、これもう絶対でしょ、これも絶対大丈夫で、貸しが来たから、あとできればミートを上げておきたい。ちょっと技術が意外に足りてないよね。てか精神溢れそうだったし、段度上げとこう。本当だったらね上限突破で使えれば一番いいんだけど、さすがにそれはないか。じゃあとっとと独身術もらって、独身術を回収しちゃおう。ループひねり乗ろう。どうだ、ゲー、失敗しやがった。まあ失敗っていうか1は取れるんだけど、あ読んじゃった。まあいいや、体力減って経験点97で取れる独身術。コツはなるべく置いておこう、いろいろと。掴む機会は少ないからね。やっぱりはるかちゃん無理だ、練習を挟む必要があるけど、まずはデートの消化が最優先なんで、あすみちゃんに切り替えよう。これなんかどっちでもいいんだよね別に。アウトコースでバレンタイン、いいね、いい経験点くれるわ。バレンタインでこんなに経験点くれるのはほんとでかい。しょぼい人はマジ全然くんないかんね。でなんてわかんねえ、同じのでいいや。代打、あ代打ここでもつかめるんだ。告白、まあまあまあ B か。そういえばミートは俺も好きに決まってんだろとか、こいつねよく言えるよな。精神が結構上がってるね。ちょっと精神さばく、意外に精神が743、なんでこんなにあるんだろう、理由がわからん。大体取ろう、もういいっしょ。で初級はまだあすみちゃんくれるんだっけ。そういえば逆境取っちゃうか、なんか大丈夫そうだしね。他打球伸びは1厳しいよね。上り調子もまあ精神系だけど、まあ600余りそう。てか肩とか全然上げてないんだけど、まあ、多少上げとこう。技術使いたくないんですけど、 F 守備力 F とかカスだな。ポロリはしたくないんで C くらい。
って一応練習だけ見て、監督みよちゃんか、監督99か、なんか微妙だな、微妙だけどまあいいや、とりあえずあすみちゃんで、ここだよね。で、やめておく。二股してるときは下、二股してないときは上。うおー、いい経験点じゃん。79、79、113、113とか。はるかちゃん並みにくれんな。やばくない？まだ PSR プラン2だからね。うわ、合宿とかマジ邪魔。合宿行きたくないんだけど。合宿行きたくないけど、まあ行くしかないよね。行けって言ってるから。合宿で監督追えばいいのか、じゃあ。そうしよう。4回目。あ、これも借金しなきゃいけないんだよね。対エースか。で、いつもだったら寄り道に誘ってね、体力回復をしつつ、ちょっと経験点もらうんだけど、ここはもう体力減ってもいいんで。で、俺がいる。経験点。精神。あ、こういうところでやたら精神くれんな。544か。まあまあ、溢れることはないと思う。つのちゃん、監督いないからちょっと、評価の怖い、つのちゃん。で、小筆に関しては、まあ、体力回復要因なんで、体力の回復するやつ。これは監督だな。で、ここで回復して、からの、からの、はるかちゃんか。で、デートは間に合うよね。これ6人いたら相当厳しいけど、5人だからね、大丈夫なはず。どうよこれ、ちょっとわかんねえ。多分大丈夫。ここの経験点微妙だな。あのボーイフレンドのところがかなり経験点くれたね。で、ここの渚ちゃんは大してくんない。まあそこそこか。臨床技術、まあでも結構くれるはくれる。渚ちゃんなんか覚醒してほしいよね。で、意外に経験点が足りてない感じだな。上限系の経験点が全然稼げてないんだけど。パワーと技術が足りない。パワーっていうか筋力。2人乗ったけどダメだ、足りてねえわ。足りてないけど、どっち行こうかな。つのちゃんは大丈夫そうだよね。意外になんか知んないけど評価高い。せっちゃんを上げきるか。せっちゃんもカラデートはあるんだっけ。精神、精神に偏ってんな。で、107か。2回くらい練習しないとまずいな、監督は。いや、これ5股にして正解だったな。6股だったらできなかったと思う。全員上げきんのが。練習に付き合って、これ技術が入るよね。技術、牙教えない。あれ、これ間に合う牙。まあいいや、ちょこちょこ来てくれればそれでいいんで。全力。あれ、ちょっと撃つ。 OK。 おお、ファールかと思ったけど、これ入ってくる。まあどっちでもいいや。いや、やっぱいいね、独身術。こういう時にも発動してくれるのがでかい。さあ、もう一回来い。いつでも相手をしてやる、牙。25、25か。入り方は悪くないね。4月の3週か。監督、ちょっと一回やって。で、こっから、大丈夫。あすみちゃん。あ、これで評価上がるじゃん。よくよく考えたら。小筆ノートもな、上限アップの時に使いたかったけど、長所でも伸ばしとくか。これで118だから、あと試合で大丈夫でしょう。
ちょっと安心を得たい。安心。安心を買いたいからね。まあ、物なんてそんなもんよ。安心を買ってるんすよ。せっちゃん。これ、どっちだ？あんまり敏捷ポイントもあるわけじゃないから、下。お、いいね、いいね、いいね。43、43、71、71か。勝負だ。これ、牙いけそうな気がする。あと5月、6月で怒ってくれればいいんでしょ？イベント自体は、だいたい消化してるからね。いけ、ちょっと待って。牙。1本、さらに独身術で、待ってよ、フォーク、フォーク、これ狙おう、もう、あぶねえ、独身術なかったら危なかったな、うんうん、稼がせてくれる、代打、まあ、別にいいよ、代打でも。で、足りない。全体的に足りてない。経験点的にはどうなの？足りてない感がすげえあるんだけど。バランスが良くないよね。てか、やっぱサッカー練習してないからね、そもそも。まあ、本来、強化パワーコってサッカー練習とかでもさ、ちょっと待って、しまった。これ、監督評価下がっちゃうよ。もう一回来い、もう一回、もう一回、もう一回。来ない！やべえ！あ、おごった。なぜだ。理由がわからん。お筆ノート、もう一回長所伸ばしとこう。ミート1で、この状況から5月の1周でミオちゃんも一回残ってるからね、何気に。で、最後経験ってでかいからね。で、ここは2つしか上がらないか。また精神もらってるよ、大番狂わせ出たよっしょだ。いや、今の監督評価下がっても大丈夫。試合でなぜかかなり上がったから。そしてその、憂さ晴らしをさせてもらおう。打ち取られてるけど、ちょっと待って。ちゃんと見る。フォーク。まあ、狙うのは狙っていこう。爆速。いや、爆速重いよ、やっぱり。めちゃくちゃ重い。だって爆速ストレート今一本もホームランに持ってってないし、こいつは爆速で押し切った方が打ち取れるけど、対俺ではね。よし、新アーティストで、監督全然余裕だね。全然余裕で、あー、はるかちゃんとあすみちゃんも乗ってないのか。でも、まあ、まずはちょっとデートを消化して、余った期間でやっぱり、あ、そうか、せっちゃんも別にいいのか。別に良かったけど、まあいいや、経験点のためだ。ここでミートとりあえず S にして、もう小筆ノートは起きないよね。小筆ノート2回しか起きないと思うんで。で、せっちゃんは大丈夫。で、つのちゃんちょっと上げるか。5月の3週でしょ？デートがどこで終わる？順調にいって。6月の2週とか？ここの一番最初のね、経験点がマジでしょぼい。タックコツか。せっちゃんか。せっちゃんじゃなかったらやったんだけどな。はるかちゃん余裕があるから、ちょっと技術が欲しいという意味で一回はるかちゃん練習しよう。はるかちゃんも覚醒はできるんだよね。だからはるかちゃん覚醒してればさらに楽にはなってる。まあ、俺 PSR 持ってないからあんまり覚醒させる気がないっていう。で、つのちゃんに関しては空手とかあるんで、そこがちょっと怖い。
で買おう。あれ、なんか買うと最後なんかくれたよね。でここはもう両方借りよう。大丈夫大丈夫、評価とかどうでもいいんだけど。喧嘩、喧嘩下がんのか。で角ちゃんが3回目。で6月の2週でしょ。6月の3週で4回目。でここは射的やって倒して、もちろん甲子園は優勝する、当たり前だ。で技術を153掴んで筋力も153で、ちょっと揃えていきたいんで102。技術が足んねえから上げらんねえわ。技術不足だな。で角ちゃんで、みおちゃんも最後のデートはやっぱりやっときたい、経験点的に。6月中にうまくいけば角ちゃんが終わる、空デートが来なければ。でそうすると3周空いて甲子園でも一応練習ができる。だこれで完走したらあとは練習を見て、あすみちゃんとはるかちゃんがいたらちょっとあすみちゃんとはるかちゃんの練習を優先させる。で特にいなかったらみおちゃんのデートを完走させる。だ練習を見て、あそっちはいるな、で横いるわ。どっち、経験点的には両方高そうだけどね。てかエピローグポイントは変わんないか。42レベルだからはるかちゃんの方が高いか。ってことははるかちゃん1回練習しておく。よしよし、4上がったってことはもうマックスだよね。4番、まあ負けるわけにはいかない。で100あるから上げられて、300必要なのか。新アーティストも300くらい必要だよね。350、まあ、エピローグ経験点でまだまだ最後伸びるんで、まあ、それを考えるとまだ成長性はある。マグロ、マグロってこう見ると弱いよね。イベキャラ化してないマグロは。でもまあそれがねシラスだから。球速も遅いし逆に打ちづらい。無観客観戦だね。あ、いた、後ろの方にいたわ、客いっぱい。アップデートとかでさ観客いなくしましたとかなんないのかね、今の情勢に合わせて。まあ、それやるんだったらパープロ2020の方だよね、そういうアップデートかけるんだったら。ラブパワーの表示が虚しい。一応見よう、はるかちゃんは OK で、あすみちゃんがいるんであすみちゃんやる。6か、これ乗ったね。一応見て、あ乗ってる乗ってる乗ってるんで彼女関係は大丈夫。やっぱり割とギリだな。5股でこれだからやっぱり6股してたらちょっと1人落としてたね。よし、経験点的な技術がちょっと少なめか。さて意外にここ鬼門だからね、ちょうど100にできるくらい、101には多分できないよね。いや技術っていうかさ敏捷も結構余ってんな。いや一応上限突破できるからいろいろ経験点足んないけど S にしとこう、なんとなく余ってるからちょっと精神に寄りすぎてんな。お待たせいたしました。2回の裏ターフル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは負けないこと、
それが絶対条件。投げた、うーん、打った打球はライト右へ、危ねえ。第4球はこれさ、ジャイロボール表示変わった、アップデで分かんなくなったね。このビヨーンってなると、あ、ジャイロボールだみたいなのがさ、ジャイロボールじゃねえ、爆速だっていうのが分かるんだけど、分かんなくなってる。攻撃に入ります。先頭バッターは下城、今日2打点を挙げています。もちろん独身術が来れば投げました、そんな関係、いや危ねえ、ちょっと振っちゃったよ、ボール球だったから。投げました、行ったか、どうだ、うわ、このパワーでも持っていけないのか、やばい、やられる。キバガだから超打ちづらくなってる。ジャイロボールの性能が良くなっている。よし、いったっしょ、これはいったっしょ、よし、なんとか耐えた。なるほど、今回分かったこと、ジャイロボールが変わっている、仕様が。それによって牙が強くなってる、さらに打ちづらくなっている。でデートをする意味はもうないんで、あの別にマックスまで乗せる必要ないから、せっちゃんがマックスになってなかったけど、それは気にしなくていい。じゃああとどうする、ミオちゃんと練習してサッカー練習があるかもしんない、ない、あ、ここそうだよね、考え事、総力1足りんけど、いや微妙、全部微妙。最後の経験点で挑発安い3だから、上り調子くれた気がするんだよね、気がする。さよなら男も取っとこう、ちょっと潰せるものは潰しとこう。何せあの新アーティストが重すぎるから、筋力とかやっておく。だって全部で6人いるでしょ、まあ、1人100はいかないまでも1人100だと考えれば、全部で600入るのか、各経験点が。でさらにそれにプラスして試合で、まあ、試合も100いかないけど100くらいだと考えると、あと3試合、スライダーボール、まあ、あと1000ずつくらいは入るか。大丈夫だな、そう考えると。パワフルリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、来た、いった、画面変わった、そんなことないか、画面は変わってないか、俺のテレビの設定を変えたんだ、そういえば。ノーアウトランナー1塁、今見てる画面がいつもと色合いが違うなって思ったけど、パワフル点取られすぎでしょ。ノーアウトランナー一塁という場面で打つ、ゲッ、チャンスを広げた、まあいいや、勝てばそれでよし。78か、ここで一応試合経験点はね聞いてるからね。つむちゃんって体力減少はないか、次練習できるかな、微妙だね。でちょっと上げきっちゃおう、102に。大盤狂わせも何気にそこそこ経験点使うね。筋力75、でも筋トレで75とか少ないか、骸骨っていうか回の特能も含めての数値だからね、それを考えるとやっぱ安いね。点は入れてくれなかったか。リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で下城、もうシュートが意外に曲がる。55か、553、投げた、これはいい当たりだ、いった、やはり独身術。パワフルリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で下城、はい、よしよしよし、もう絶対スバル変わってんだけど、ここは100くらい入るね、大体だけど。渚ちゃんがね
20% アップになってくれるといいんだけど、これも怪我率このパーセンテージだったら無理する必要はない。精神いらないけどやっとこう。虹谷チャンスとか取っておく。1だけ精神あるから。これがあだにならないよな。チャンスを取ったせいでなんかポイント足んなかったとか、それは悲しすぎる。初球は5になってた。何が足りない。筋力か。ミオちゃんの4番もな、筋力使うからな。意外に筋力足んないぞこれ。まあ、そもそもミオちゃんが不動の4番をくれるかっていうそこもあるけど、一応もらえるという前提で。ちょっと詰まってしまった。一応ヒットか。フォーク。全力ストレート合えばフロー。合わなかったけど振っちゃったよ。ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で下城。そうか、俺挑発してんのか。広角打法欲しかったな。もう一回。あ、回ってこない。3打席しか回ってこなかった。まあ86、しょうがない。一応これでここもちょっとケケって増えてるわ。ドラフトは3位か。少しずつ経験点を落とし始めた。一応不動、不動ゲーム100くれる。やった、上り調子。あ、これなのあったね。そういえばあったね。何がいい。え、何がいい。どれも欲しい。でも技術、どれも技術系だよね。どうしよう。アベレージヒッターか。コツがあるのを考えると、コツを重ねて打球伸び。あすみちゃんどうなの。158ってか、精神これ溢れたな。窮地くれた。精神完全に溢れたわこれ。まあいいや。いや、あすみちゃんがヒートアップの開骨くれたのかなりでかいな。全然予想してなかった。11000溢れたけどね。12000くらいか。でもそれ考えると、てか敏捷も溢れてるし、最後の爆発力が半端ない。で新アーティスト使って、もう一気に筋力なくなったわ。一球入魂。ちょっと待ってね、先に筋トクだけ押さえとく。でヒートアップ、上り調子も5になってるし、不動の4番取ったらもうマジで筋力なくなったわ。あと筋力系のもの取れないな。じゃあ何にます。守備ちょっと上げとく。 C くらい。肩にはちょっと回せないで、チャンスせっかくもらったから掴んでおこう。広角打法欲しいな。性能的に広角打法欲しいけど、広角打法取ったら筋力が完全に終わる。タイエースとかもね、あれば便利そうだけどね。打球伸び、まあ、せっかくだから1掴んでおこう。せっかくだから。これも広角打法取れないな。一発逆転もせっかくコツを掴んだけど取れないから、かといってな、まあ一応そうだね、サードだからね。こう見えてようやく SS か。C、能力は CC でいいや。あとちょっと筋力の使わない特能に振っていきますか。まあ、せっかくだから盗塁走塁内野安打で、精神が例によってやたら余ってるんで、ここをどうさばいていくか。まあ、アシスト取っとこう。精神系のはもう無理か。守備移動、サイン察知、かく乱。何がいい。高速チャージは持っておこう。守備職人一応持っとく。
ップヌード取っとこう。ヘッスラとかいる？こんなもんか。じゃああとは補給に上げて100。ちょっと精神に寄りすぎた感がまああったけど、まあ、SS1 今回別に査定を重視したわけじゃないんで、まあ、これでちょっと6股をやってみたかった。まあ、6股は多分きついなと思ったんで、渚ちゃん入れて5股にしたんですけど、まあ、それは多分正解だったね。6股だったら多分消化できなかった感があるんで、やっぱ6人全員のデートを完走させつつ全員の評価をマックスに上げるっていうのはかなり厳しい感じがしましたね。まあ、あとパワフル高校はそもそもイベント経験点が上がってるんで、まあ、サッカー練習でね稼ぐっていうのがセオリーではあるんですけど、イベント経験点の高い彼女キャラを入れれば、まあ、1万、多分2000くらいは、まあ、出せると思います。まあ、とにかく多分安定はすると思います。デートしてればいいんでやたら空デートが来ない限りは安定して1万2000前後は、まあ、出せるというようなところですね。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。今日の、パワープロでした。